漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はヘイリキ、原案高橋博先生、作画永田浩一先生、連載期間は2004年から2015年、ヤングキングで連載されていたようです。今回読んだヘイリキはクローズなどの不良漫画でおなじみの高橋博先生のデビュー作が原案だそうです。作画は永田浩一先生。高橋博先生の漫画はやりすぎないところが良さであり、乗り切れないところでもあります。つまり高校生くらいがマジに喧嘩したら下手をすると死人が出るわけですが、この世界の不良は大抵この辺でやめとけよとなります。つまりシリアスになりすぎないわけです。まあこの辺りのリアリティっていうのは地域や時代によっても違うでしょうから難しいですね。でこの漫画はクローズと同じような感じで面白いです。が主人公が坊主頭の武骨な男なので人気作にさせるのは難しかったと思います。長期連載だったので人気作でしたと言われればそうかもしれませんが、全31巻でそれなりに楽しめたんですが、あえてこの漫画でなければいけない何かってのが個人的にはなかったので、高橋博先生の関連作を全部読みたいとか、不良漫画を片っ端から読みたいとか、そういう方におすすめです。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。